改札プラットフォーム改札前西口改札前アーケード精神中央駅は兵庫県神戸市西区工事台5丁目にある神戸市営地下鉄精神山手線の駅である駅番号は S17 駅イメージテーマは太陽と緑神戸市最西端の駅である地上2階にコンコース改札があり地上1階に プラットフォームがある標高約90メートルの地上駅である。地上1階のプラットフォームは2面3線であり、さらに2面4線への拡張が可能な構造である。端にある1番線は、車庫から出庫した電車専用で、以前は快速電車発車専用線として使用されていたが、阪神、淡路大震災後に快速が廃止され、1999年8月6日の ダイヤ改正を経て、現在は各駅停車のみが使用する。夜間大白も設定されている。休日の昼は2番線に新神戸行き3番線に谷上行きが交互に入り、折り返すか入庫する。2019年から当駅改札内のコンコースにストリートピアノとして、グランドピアノが設置されている。また、2020年1月17日には NHKBS1 の 駅ピアノ、空港ピアノ、街角ピアノにおいて、日本国内では、初めて当駅のストリートピアノが紹介された。毎時8本の運行。2019年度の1日平均乗車人員は24,365人で、ある。精神、山手線の駅では、三宮駅、妙谷駅に次ぐ、第3位。2001年度以降は、緩やかな減少傾向にある。 近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通りである。駅名の通り、精神ニュータウンの中心であり、駅周辺は商業施設、公共施設など多くの施設が整備された。駅を中心とした大地上に精神住宅団地が広がる。駅に近い商業施設、公共施設などの周囲を高層住宅が囲み、駅から離れるに従って一戸建ての住宅が増える。 駅の北側は、精神工業団地である。また、大地の両側の明石川、ハゼ谷川沿いには、田園風景が残る。2021年には、西区役所が田津地域から、精神中央駅前へ移転する予定で、同時期には、西区民センター内にある、西図書館と市民ホールの機能を移転した新ホールも、駅の西側に開館する計画がある。 精神中央駅ショッピングセンター、精神中央公園神戸市交通局は、ニュータウン内路線を受け持っている。また、新規バス、新規ゾーンバスは、神戸市西区の北部方面及び西部、明石市、三木市方面の路線を受け持っている。停留所名は、市営バスが精神中央駅前、新規バスグループは精神中央駅である。ありがとうございます。